久保さん、今回 U にしましょうかちょ。昨日試合、卓球の試合しまして、あの、優勝しましたね。試合出てきて。なんかリーグ戦、なんかまあ、リーグ戦でいっぱいリーグ戦があって、まあ、そのリーグ戦の中でなんですけど、もう、し、やばいですね。まあ、パンパンっすね。も、ま、う、あ、体が動かないですね。 って感じです <laughs>。もう本当に腕上がんないですね、今。全身筋肉痛みたいな。なんか、リーグ戦だったんで、トーナメント戦だったらね、負けたら終わりなんですけど、昨日4勝1敗で、5、5に、5、5回試合したんですけど、えぐかったですね、5回試合は。もう最後の試合なんかもう全然もう動けなかったんですけど、頑張りました <laughs>。 やっぱあの、僕ももう40になるので、全然やっぱパ,パソコンばっかしてるから、全然動く、あの、運動はあんましてないんですよね。まあ散歩は運動にある、入るのか分かんないですけど、まあそのハードな運動というかね、ちょっと汗をかく、散歩で汗かくってことは夏だったら汗ちょっとかくかもしれないですけど、そんなかかないんで、うーん。まあ、ちょっと、 本格的に、本格的にというか、まあ、健康促進のために、またちょっと始めてるんですけど、試合も、今後もちょいちょい出て、って感じで。やっぱね、使わなくなると使えなくなるので、うん、うんう。久保さんもね、筋トレしてるっていう、なんかね、トレーニングしてるから、どうの子のとて前言ってましたけど、あの、ね、久保さんの家ね、トレーニングジムみたいになってますからね、あそこね。 うん、だから発信もね、発信もしなくなったらし、やっぱね、あの、し、しなくなっちゃうんですよ。うん。立花さん、なんか止められたらしいじゃないですか。<laughs> いや、そもそもあの、立花さんをテレビに出そうとする方がダメなんじゃないですか。うん。まあ、ダメというか、その、僕はそれは見てないんですけど、わかんないですけど、 僕はあのね、NHK <laughs>、NHK なの、ま、ま、あれ選挙だから映さないといけないと思うんですけど、やっぱすごいなと思いましたね。NHK の放送局で NHK ぶっ壊すっていうね。なかなかファンキーじゃないですか。なかなかファンキーですよね。あの、選挙の NHK の番組で NHK をぶっ壊すっていう <laughs>。しかも相当なんかすげえこと言、なんか切り込んでたんで。まあ、あれも考えてね、キャッチコピーとかいろいろ考えて出だしのなんか考えてなんか全部セリフ考えたって言ってましたけど。 まあ、ああいう感じなんで、その、まあ、テレビ局ってね、スポンサーもあって、あの、いろいろとね、放送し,したくないことをか、まあ、隠してるというかね。まあ、そういうことがあるので、隠さない人を出すと、とんでもない、ね、<laughs> だから、テレビ、テレビっていうのは、隠せる人を出した方がいいと思うんですよね。そういうもんなんで。もう、でも、さすがにもうみんなもわかってきてるとは思うんですけどね。だから、 逆にその久保さんと僕のこう見てもらえるのっていうのは脳編集でね。ただ喋ってるだけじゃないですか。隠すも草も脳編集ですから。脳編集。<laughs> うーんで、まあ大量にね、発信してるんで。だからまあそこで指示を得てるっていうのも一つあると思いますけどね。うんもう素で素で全部話すみたいな。う もちろんそのマーケティングでフックでそのタイトルだったりとかそのカスタムサムネイルでこうフックでいじるときはあるんですけどうんなんかね僕は思うんですけどま立、あ、花さんもそうですけどもやっぱ時代だなと思うんですよ正直には、昔は正直に話す人がこうつぶ、つぶされてきたけれどもこう正直に話す人が指示を得るようになってきた もちろんそのテレビ番組みたいな、そのあそ、ああいうところではさすがに無理なんだけども、まあ、この YouTube っていうね、プラットフォームが出て、立花さんも YouTube なかったら多分選挙受かるのは難しかったんじゃないかなと思うんですよね。うん、自由にこう発信できる場っていう、まあ YouTube もね、ちょっと規制が強くなってきたので、昔ほどってほどではないですけども、まあテレビ局に比べるとそれはまあ YouTube の自由度はあると思いますし、まあいろんな SNS でその発信ができるようになったんで、今は本当にその、 素直に、真面目にやってた人が支持されるんじゃない、やってる人が支持されるんじゃないかなと思いますね。本当のことを話すっていうね。うーん。か、まあ、今はね、楽だと思いますけどね。発信するのは。うーん。でも発信しないとしね、しできないし、しなくなるとし、あの、できなくなるし。うーん。 やっぱこう継続していくっていうのが、発信して継続していくっていうのが、やっぱ一番の僕は武器だなと思いますね。まあ情報は武器なんだけども、その情報を武器として使い続けるっていうことが武器になるっていう。うん。そのその、うーん、宮本武蔵じゃないですけど、剣をやっぱ使い続けるっていうね、剣をこう、 使う、使い続けるっていうのが、剣を活かす、本当の意味での武器になるっていうね。でもそう、使わなくなったら使えなくなるっていうね。いい、いい刀でも、結局使わないんだったら、ただ飾りになるだけじゃないですか。ね。なんかすごい社長室とか刀がこう飾ってるとかあるかもしれないですけど、飾りですよね。すげえ切れ味抜群の、あの、日本刀でも <laughs> 飾りになるっていうね。うん まあ、使っていきましょう。僕はあの、この喋るっていうのを始めて、僕は衝撃的だったのが、つんくさんが、つんくさんが何年前ですか、あれもう。ね、結構多分もう相当経ったと思うんですけど、あのつんくさんが喋れない光景を見てね、僕は発狂し、発狂というか、マジかと。 ね、モーニング娘。っていうね、もうちょっと古いですけど、僕、朝山を見てまして、もう、モームスとか、あと、ケミストリーとか見てて、その、まあ、モームスをプロデュースしてね、もうすごいことにツンクさん、シャランキューのツンクさんがなったわけですよ。で、あのツンクさんが、喋れないんですよね。う、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 うみたいな、う、みたいになって言って、一つの、これ、いつ喋れなくなるかわかんねえな、つ、思って、喋れるうちに喋っとこうっていうね。だそれも、 あの、すごく、ツンクさんのあの、あの、喋れなくなった、あの、姿を見て、僕は、うん、いや喋れるってすごくありがたいことなんだな、っていう、思いましたし、うん、下手とか上手いとかどうでもよくて、喋れるっていうこと自体がありがたいことなんだな、ってすごく思いましたし、それで、あの、こう、話すっていうのも、うんまあ、好きじゃなかったし、あれだったんですけど、 あれは結構大きかったですね。つんくさんのあの姿を見て。だみんなその手持ちのカードありませんとか言うじゃないですか。こんな私にはって。お前喋れんじゃねえかと。<laughs> ね。お前つんくさんなんかと。ね。そう。だからせっかく持ってるものがあるわ。手と、手と足もまだ動くしね。だから僕もその、また始めたのもまだ一応動くんですよ。これが80になったらきついと思うんですけど。 前、この前、まあ、年代別に出て、70歳とかもやってる人いたんですけど、僕40代の部員出て、まあ、それはトーナメントで2、2回戦で負けたんですけど、なんか70代部門とかあったんですけど、まだやってんな、白髪のおつさもやってて、<laughs> すげえな、う見てましたけど、うん。やっぱ使えるうちに使っといた方がいいですよ。使えなくなりますから。うん。ま、さすがにね、 100歳で自由にこう走り回るとか、さすがに結構きついですよね、多分。どうなんですかねわかんないですけど <laughs> うん。まあでも少なくても、僕はもう、今、もう、やばいですね、今日は。<laughs> いや5、5試合、5試合で 3, 3回がフルセットっていうね。そう。えー、ぐいっすね。 で、最後の試合が、その、僕いっぱいしちゃったんですけど、その、なんか、全勝してる人と最後戦ったんですよ。で、全勝してるから、その人に勝つと、まあその人も4勝いっぱいになって、僕も4勝いっぱい、あの、なんだ、4勝いっぱいになって、でも、その人に勝ってるから、まあ僕が優勝みたいな、なって。で、その優勝決定戦も、フルセットのジュ、ジュースみたいな。きついっすね。<laughs> もう、相手も結構もうし、あの、痺れてましたけどね。まあ、その、年代が上のリーグなんで、そう。いや体って動かなくなるもんですね。い <laughs> ってらっしゃい。